ボート競技の元全日本王者の選手が女性に乱暴しようとした疑いで逮捕されましたこの男は事件後に脅迫文を女性の自宅に投函していたことが分かりました午前8時45分です容疑者の男が警視庁の捜査員に支えられエミ塁ルを連行されていきます ボート競技の元全日本王者の遠藤光容疑者は、7月、東京帰宅に住んでいた面識のない20代の女性のアパートの部屋に押し入り、粘着テープで手首などを縛り乱暴しようとした疑いが持たれています。その後の警視庁への取材で、事件後、遠藤容疑者が女性が住む部屋のポストに自分のメールアドレスと ばらされたくなかったらメールしろなどのメッセージを載せた脅迫文を投函していたことが分かりました。取り調べに対し、容疑を認めています。